シティの近くに廃墟になったショッピングモールの跡地がある。 DS 以前からの廃墟だ。クラフトマンはそこに住んでいた。だが爆破テロ以来そこにも奴らが座礁するようになったらしい。それでクラフトマンは現在の場所に移動することになった。ろくな準備も身支度もできなかったそうだ。そこで彼の依頼はこうだ。ツールキットを回収しシェルターに持ってきてほしいと。住居入り口のロックは依頼受注時に遠隔で解除するそうだ。現地は BT の座礁地帯、当然非常に危険な場所だ。だがそれを回収することができたら我々の望みにも応えるつもりがあると言ってくれている。ツールキットは昔住んでたシェルターにある。荷物 ID タグをつけてあるから場所はすぐ分かるはずだ。入り口は無線で解除しておく。ああ、運んでくれた血液グレネードを分けてあげよう。奴らがいるから持っていけば役に立ってくれるだろう。じゃあ頼んだぞ。依頼が受注されました。
機を強制的にロックした。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。世話になっていた。感謝もしていた。だがヒグスと組んでるなら信用するわけにはいかない。そうは言ってもテロリストたちは増え、行動も過激になっている。それに立ち向かうには俺たちもまとまらないとな。あんたみたいなのがいるなら俺は UCA に加盟してもいい。新しいアメリカが俺たちを守ってくれるんだろ。カエラル通信をつないでくれ。道具をこれからも作っていくよ。シェルターに一人でいてもカイラル通信がつないでくれる。これが UCA を作るということか。お、そうだ、これは俺が作ったボーラガンという武器だ。相手はしばらく身動きが取れなくなる。殺傷能力はない。行動の自由を一時的に奪うだけだ。必要になったら使ってくれ。ボーラガン？へえ、興味深い武器ね。ワイヤーを打って相手を拘束する非殺傷武器だけど、ワイヤーの代わりにストランドを使うとあなたの血が作用して BT にも効果が出るはず。 BT にも試してみて。